本チャンネルを見せた方からそもそもね部落っていうのは何なのかわからないっていうような質問をされるんですね。じゃあ今回ねちょっと時間は限られるんだけども簡単に説明しようと思います。部落っていうのはですねそれは集落っていう意味ですね、田舎だったらなんかこう田んぼの中にこうね村があってそういうの集落って言うけどもまあ都会でもね自治会単位のことを集落って言ったりしますよね。で集落と部落って同じ意味なんだけどもまあここで言う部落っていうのは非差別部落差別される部落であるいは催眠部落貧乏な人が多い部落未解放部落解放されてない部落あるいはですね特殊部落これ昔の言葉だけども特別な部落っていうまあそういう言葉があったんですよね。ただこれらの言葉はですね政治的な背景があったりだとかまあいろいろ語弊があるので、まあ、略称として部落っていう言葉を使ったんですね。で部落っていうのはですね、まあ、携帯電話を携帯と省略するようなものです。だから部落っていうのは略語ですよ。だから別にその集落を指して部落っていうのは別にそれはいいんです。あの携帯電話を携帯って言うけどもその携帯っていうこと言葉はまだありますよね。だからそういうふうな感覚で捉えていただければいいかと思います。じゃあ部落って何なのかっていうことについて、まあ比較的新しい時代の話をすれば1969年に童話対策事業特別措置法という、ね、法律が作られたんです。これは自民党の佐藤栄作総理大臣の時代ですね。でこの法律どういう趣旨の法律かっていうと江戸時代に徳川幕府が作った差別された集落部落がありますとそれらの部落は未だに不当な扱いをしてますと、うん、江戸時代の差別が未だになくなってませんで不当な扱いをされてるからそういった部落をですね政府の責任で改善して差別をなくそうっていうそういう趣旨の法律だったわけです。これは時限立法で10年やるつもりだったんですね。ところがですねなんだかんだでずるずるとですね延長されてですね結局実質的には33年間されたんですね。で終わったのが2003年の3月末ということになります。だから本来だったら終わってる話なんだけどももう30年間やってですねこのために15兆円以上の莫大なお金が投じられたわけです。でそれだけのお金が動くとですね当然利権というものが発生するわけです。でしかもですねやっぱり厄介なのは一度ね政府がその差別されてる部落だっていうふうに認めちゃうとですねじゃあ法律なくなったからって言ってなかなかねなくなるものではないんですよね。いや恐ろしいことだと思うんですけども全国に何千箇所とあるんです。その童話地区非差別部落としてね指定された村が、童話対策事業特別措置法だと対象地域は童話地区っていう言い方をされたんですね。でそれはほぼイコール部落っていう意味です。でこれは別にあの想像上のものじゃなくて全国あちこちに存在するわけです。今ここはね神奈川県の座間市っていうところだけど座間市にはないんだけど隣の厚木にはあるんですね。でそういうところではなんか集会所とか箱物施設が作られたりとかですねで団体が作られてそういうところにお金が出たりっていうことがしてたんですね。で本来だったらもう法律切れたらもうそれは終わりっていうことにしないといけないんだけども結局ねもう利権化してしまうと終わらないんですよね。で最近でもブラック差別解消推進法なんて法律ができてるけども結局なんだかんだで政府はですねこのブラックっていうものを存在するっていうことを認めてしまってるわけです。で実はですね1990年代にですねいろいろ研究が進んでいやそもそもねこのブラックっていうのは徳川幕府が作ったっていうわけじゃないんじゃないかとまあ確かにねその徳川の時代に作られたブラックっていうのもあるにはあるんだけどもね、徳川幕府の時代って言ったら今以上に地方分権なわけです。一応その徳川が全国を支配してるっていうのはあるんだけどもでも実質的にはね、今みたいな中央集権じゃなくて、まあ、各藩がそれぞれその地域でそのいろんな行政の制度を運用してたっていうことがあるんで別にその徳川幕府がねあの全国に部落を作りなさいって言って号令をかけて一斉に作られたっていうわけじゃないんですよね。実際はその中世だとかもっと昔の時代からそういうなんとなくそういう部落というものが存在してそれがまあ江戸時代も引き継がれてでまあ各藩でねまあそういう扱いをされてたっていうのは実情なんですよね。それが1990年代に分かってて
でそれがね、童話対策事業特別措置法ができた当時の、なんかその当時のね、昔の政府が部落を作ったっていう前提が実は今完全に崩れちゃってるんですよね。でこれはもう率直に言えば、今の部落童話地区っていうものは今の政権、今の日本政府、今の憲法下の政府が童話地区として指定したっていうのがやっぱり実情としては正しいんですよ。でそれらの地域は現に実在してるわけです。でこのチャンネルで部落探訪ということで訪れてるのはそういう地域です。別に江戸時代に作られたっていうわけではなくて、それは歴史としてその昭和の時代に当時の政府が童話地区として指定された場所だし、今でもね、部落差別解消法っていう法律があるように、政府が部落という差別されるものが存在するっていうふうに認めてるんですよ実は。これは知らない人にとっては本当に信じがたいことだと思います。すごく僕だって時代錯誤だと思いますよ。それは差別解消っていう建前があるんだけども、差別される村というものをですね、この政府が指定する、今のその平等とかね、国民主権とか民主主義というものが定められた憲法下の政府が、そんなね、まるで中世だとかその近世の江戸時代みたいな、ここが差別される村ですよっていう指定するっていうことは、それは知らない人には想像を絶することかもしれないんだけども、事実としてそういうことが今の憲法下で行われたっていうのがね、その事実なんですよね。で実際にその村に行くと、その童話対策事業という、その差別をなくすという名目で作られたそのニコイチ、ニコイチっていうのはそのニコが一つになってる住宅っていうことですね。一つの建物にニコ入ってる住宅ですね。それはそのたまたま童話対策事業の時代にそういう形式の、家が流行ったので、その住宅対策として作られたんですね。あとは林保館っていうような、その地域に行政職員が滞在してその童話行政を行うっていう、そういう施設がその部落童話地区に限って作られたっていう、そういったね、厳然たる事実があるわけです。だからその部落は何かっていうと、まあ究極的にはですね、究極的にというか、そのもうぶっちゃけて言ってしまうと、それはその今の政府が部落というふうに指定した場所っていうことになるんです。まあ、その研究からすればね、その江戸時代の徳川幕府が指定した場所じゃないですよ、部落っていうのは。実質的には今の政府がその部落というふうに認識している場所が部落っていうことになるし、であるいはその童話団体、部落解放同盟だとか、あるいは自由童話会、まあ、それらはいろんな政党だとかね、その行政の政府なんかとも関わってるんだけども、そういった団体が活動をして、でここは部落だと、自分たちは差別されてるんだと、周りの人間は差別者なんだっていうね、まあ、一種ある意味、まあ、今の流行りの言葉で言えばカルト教団みたいな、そういった団体があって活動してるっていうのが実態なんですね。ただ注意しないといけないのは、じゃあそこに住んでる人がそういうことに必ずしも関わってるっていうわけじゃないんですよね。まあ言うなれば、もうほとんどの人は関わってないですよ。何の関係もないです。だって、今のね、憲法下では居住移転の自由があるしね、あるいは本籍地を移すことだって自由なんですよ。だからみんな別にそこは嫌なら出ていきたければ出ていけるし、このね、動画を見てる人も、じゃあ部落に住みたいって言ったらいくらでも住めるわけですよ。なのに、なんかそんな特別な部落があって、そこが差別されてるっていうのはおかしいですよね。うん、まあ実際おかしいと思います。おかしいんだけども、そういうおかしなことがまかり通ってるっていうことなんですね。じゃあそれはどういうことなのかっていうのを、じゃあ実際その部落というふうに指定された場所に行って検証してみようっていうことですね。でまあ、ただここでいう部落っていうのは童話地区よりももっと広くてですね、例えばその江戸時代以前の文献に、まあ、そういうその被差別民、差別されてる人たちが住んでたとされる場所っていうのも行ってみてます。でそれが実際に、じゃあ今のね、その政府が言ってる部落だとか童話地区っていう場所とどんな風な関わりがあるのか、で本当にね、過去のその童話行政というもの、童話対策事業特別措置法によって行われた
政策と整合性があるのか。で今の同和団体、ブラック解放同盟やあの自由同和会みたいな、そのブラック差別をなくそうというふうに活動している団体が主張している通りの状態なのかということを、まあ、実際現地で確認していくっていうのがこのチャンネルの趣旨なんですね。ということで、まあ、はっきりしてよく分かんなかったと思いますけども、実際ね、部落というものが何なのかっていうことは完全に理解してる人なんてこの日本にいないと思います。で、わけが分からないままこういうね、差別解消だとかね、同和行政だとかそういうことを言ってるっていうのは実情なんですよ。だからその分からないっていう人はですね、別に分からないっていうのが、まあそれがね、あの実情なんで分からないということを恐れなくてもいいです。ただ現実問題としてその差別されている部落があるっていうふうになんか政府は一度認めてしまって、でそういう部落というものがあの実際に、ね、想像上のものだものじゃなくて実在のものとして存在しているっていうことを、ね、認識していただければいいかと思います。まあ繰り返しになるんだけども、じゃあその部落に住もうと思えばみんな住めるし、まあ実際いろんな人が住んでるしね、そこを特別 してる人っていうのは、まあ政府を含めて、ごくごく一部の人に過ぎないわけです。ということで、こういった知識を持った上でこのチャンネルを見ていただければ分かっていただけるかと思います。